はい、こんにちは、ピアですけどね、C6 さんでローンチコントロールやっていこうか。俺も知らなかったんだけど、ローンチコントロールモードっていうのがあるみたいで、ちょっとね、まあ C6 さんの説明をして、その後ローンチコントロールでスタートしていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。はい、とりあえずね、乗ってきましたが、なんかね、いろんなモードがあるんだよね。まずはローンチコントロールの前にトラクションコントロールとかを振ったり、スポーツモードにしたりとかしなきゃいけないんだよね。で、この C6 さん、まあ、ちょっと簡単に説明しておくと、まずはサスペンションが選べる3段階、サスペンション、はい、コンフォートとスポーツとスポーツプラスがある。で、まあ、これをね、スポーツプラスに設定する。はい、そしてトランスミッションが D モードとマニュアルモードがあるんで、これをね、マニュアルモードに設定すると、このね、パドル、このね、このパドル、これね、パドルが左右使えるようになると。まあ普段も使えるんだけどね、あの完全にマニュアルモードになるのかな。 ESP っていうね、スタビリティコントロールですね。これがオンとスポーツがある。まあ、とりあえずスポーツにするんだよな。はい、でドライブってある、まあ、エンジンかな、エンジンのレスポンスだね。コンフォート、スポーツ、スポーツプラス、これもね、スポーツプラスにすると結構ね、過激なモードになる。でプリセットもあって、プリセットも今のインディビジュアル、これは自分でね、設定する、さっき設定したやつだね。コンフォート、スポーツ、スポーツプラスっていう風にね、あるんだよね。まあ、とりあえずスポーツプラスでいいのか。はい、それでね、こっちの方にも設定があって、まあね、もうちょっと新しいやつ若干違うんだけどね、 AMG っていう設定があって、 AMG っていうモードにするとブースト圧と油温と水温かなが出るという感じになって、水温、ギアの温度か、ギア、ミッションオイルの温度なのかな。油温が85度以下だと、なんかローンチコントロールが使えないみたいなんだけど、ちょっと待ってよ。まだね、このボタンを押すと、なんかこういうのにも変わる。 G メーターみたいになるね。 G メーターになったり、今のね、モードがこうなってますよみたいなのが出たり、なんだこのスタートストップっていう、え、こんなのあるんだ。スタート、あ、ラップタイムが測れるんだね。ストップ、スタート、ベストラップも出るんだ。あ、ラップカウンターなんだ。これでずっとラップしてると、また1から入って、今のラップ5秒88でした、次のラップ5秒60でしたみたいなことができるんだ。すげえじゃん、知らんかった、初めて知ったわ。はい、じゃあね、ちょっとローンチコントロールやっていこう。まずはトラコンを切る。トラコンがこっちなんだ。ここでも変えられて、ここでもサスペンション、ギア、あとはこれが、これ大、え、これなんだろうね、このボタン何これ、あ、これボタンじゃない、これでモードが切り替えられて、こっち側にこれはなんだろう、アイドルストップかな、知らねえボタンいっぱいある、知らねえボタンいっぱいあるもうずっと乗ってんだけど、知らねえボタンいっぱいある。このトラコンね、トラコン滑っちゃうよみたいなマーク、これを1回押すとスポーツハンドリングモードってやつになる。でもう1回押すと元に戻る、スポーツハンドリングモード、ノーマルモードみたいになって、スポーツハンドリングモードにしといて、このボタンを長押しするとトラコンオフになるんだよね。トラコンはオフとオンとスポーツモードの2つがあって、オフにするためにはこれをハンドリングモードにしといて長押し、トラコンをオフにしておいて D レンジに入れ
て D レンジに入れる、これ D レンジね、入れて両方のパドルを引くとこんなん出てくる。レーススタート、確認右パドル、右パドル、確認右パドル、はい、でレース使用できます、アクセルを踏んでください。中断されました。なんで、え、めっちゃ難しいんだけど。え、何、パドルを両方引いてで確認が出るから確認をしてレース使用できます、アクセルを踏んでください。あ、ブレーキを踏んでないと中断されるんだ。ブレーキ離しちゃダメなんだ。もう一回、左右を押して確認をして、はい、ちょっと足元落ちんだけど、ブレーキ思いっきり踏んでアクセルを踏むとちょっと待って中断されちゃうな。はい、ちょっとやり方ね、わかんないな、わかんないから、ちょっとやってみるしかねえな。ちょっとやってみよう、やってみよう。はい、両方押す、ブレーキ踏んで両方両パドルを引いて確認、アクセルを踏んでスタート。ちょっと青信号になったらやってみよう。お、中断されちゃう中断されちゃう、え、できないじゃん、マジでできねえ。なんで急に中断しましたって出ちゃう中断しましたって出ちゃう。ダメだなこれ。え、なんでできなくなってんのかな。やっぱ温度の問題なのかな。ちょっと温度を見るのどれだっけ。油温がもう90だからね。油温90見える？見えないか。ハンドルで見えない。油温90だから。まあちょっと待って、でもできないねこれ。ローンチコントロールできないんだけど。できないわ、モンチコントロールできねえそしてこのモードだとクソみたいに硬いな、これかっためっちゃ煽り運転になってますけど、大丈夫ですか、それ大丈夫ですか、このバイク大丈夫、バイク映ってたけど大丈夫、映ってるけど大丈夫、それ大丈夫なの、はい、すげえ音する、音入ってるのかな、めっちゃ前行った、めっちゃ前行ったんだけど、あいつ大丈夫ねえ、右車線からいきなり左行ったんだけどねえ、よいしょ、ちょっと上に上げようか。いやー、ちょっとローンチコントロール、もう一回ちょっとこう、これでいいじゃん、 OK じゃん、アクセル踏んで中断されちゃうんだよ、どうやっても中断されちゃうんだけど、なんでローンチコントロールモードが動かねえ。確かにでもさ、ローンチコントロールこうあるんだけど、これマジで動かないかもしれないよね。普通に使用できます、レーススタート使用できます、アクセルを踏んでください、ブレーキ離すとモードが解除されてしまう、もう一回で、アクセルを踏んでも、おお、アクセル踏んですぐ離すのかな、それかもっと全開でアクセル踏むのかな、できた、中途半端に踏んでたら今スタートできますって出たもん、中途半端に踏んでたからいけないんだ、一気に踏み込むと3500で回転止まったできる、できる、分かった分かった、やり方分かった、やり方分かった
結構コツがいるんだ。すんげえ跳ねんだけど、すんげえ跳ねんだけど、もう大丈夫か。できるできる、ロンチコントロールできますよ。迷惑にならない、迷惑にならないところで、迷惑にならないところでやろう。いやすごいな、できるんだ。買って、未だかつて一回もやったことないロンチコントロールやりたいわ。やらせろ、俺にロンチコントロールやらせろ。ちなみにちょっと窓開いてるからね。お、できるぞロンチコントロール。できるかな、ちょっとやってみようか。大丈夫か、周りの交通状況を確認して。はい、まずは両パドルを押す、右側のパドルで確認で、アクセルを踏んでスタートできます。できたら行くぞ、アクセル思いっきり踏む。まあそういうことみたい。いや今ちょっとアクセル離しちゃったから普通にスタートしたけどね。はい、ということでね、やってきましたけど、でもなんかロンチコントロールあれだね、なんかなんだっけ、普通のレーススタートみたいになんか3500キープでブーってなった、ブーってなった。はい、でやってきますよね。いかがでしょうね、C6 さんのロンチコントロール。まあなんか使っても大して速くなさそうだな。はい、ということでまたね、そう600馬力仕様にね一応なってるんだよ俺の車。いろいろいじってるからちょっと制御が若干ねおかしくなるからね。はい、ということでまたねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。